日本の東北地方にある山形県酒田市。日本海に注ぐ最上川の流域に広がる自然豊かな町です。市内の広々とした公園の一角に土門拳記念館はあります。開館は1983年、数々の美術館建築を手掛ける名匠谷口義雄が設計しました。ここは一人の写真家に捧げられた日本初の写真専門美術館です。コンクリートの壁に覆われた内部を進むと、そこには圧倒的な数の写真が並びます。土門自身によって寄贈された作品、さまざまな企画展を通していつでも土門作品を見ることができます。土門が生前愛用していた品も収蔵、その人柄にも触れられます。1909年、酒田の地に生まれた土門拳。リアリズム写真を確立し、日本のフォトジャーナリズムを牽引しました。その名を世界に知らしめたのは1938年、アメリカの国際的グラフ雑誌ライフへの掲載でした。土門は当時の外務大臣の私生活をルポした写真を自ら売り込み、成功を勝ち取ったのです。土門は作為的な演出を排除する絶対非演出の絶対スナップという方法論を唱え、被写体の一瞬の表情を徹底して捉えました。これは閉山した炭鉱の町で貧しさを生き抜く子供を映した筑豊の子供たち。母を亡くし一人父の帰りを待つ少女の表情、その瞳には底知れない不安が宿っています。土門も酒田の貧しい家庭に生まれ、厳しい社会を生き抜いた一人、苦難の中ひたむきに生きる人々の姿をフィルムに焼き付けました。生涯を通して取り憑かれたように写真にエネルギーを注いだ土門。二度の脳卒中の後も弟子たちに支えられ撮影に臨み続けます。その凄まじい執念に人々は土門を写真の鬼と呼びました。幼い頃に貧しさから逃れるように酒田を去った土門、再び故郷を訪れたのは実に40年後、雑誌の取材のためでした。この時の人々との出会いが酒田との結びつきを深め、ついに名誉市民に推されます。それに応えて全作品を市に寄贈したのです。土門拳記念館はその作品を収め、土門芸術を検証するために市が建てました。記念館の中心がこちら。土門の代表作を大きなプリントで展示するための部屋です。
床を一段深く掘り込んだ大きな空間。そして作品にのみ集中できるようあえて簡潔な作りにしています。さらに落ち着いた質感に仕上げたコンクリート壁画、作品への没入感を高めます。13年にも及ぶライフワーク故事巡礼。土門は日本の文化や日本人の心のありようを寺や仏像の伝統美に見出しました。故事巡礼で際立つのは必要なまでにこだわり抜いたクローズアップでの描写。社会振動を極限まで深くし長時間露光で撮ることで像の凹凸をくっきりと浮かび上がらせます。対象を徹底的に研究し凝視し続けた果てにシャッターを切る。その時に造形の本質がえぐり出されるのです。数百年の時を経ても変わらぬ光景にレンズを向けた土門、永遠の美が確かに存在することを見る者に教えてくれます。そして展示室を巡った後最後に誘われるのがこの部屋。ここではソファーに座りゆったりとした気持ちで窓の外の景色を眺めます。それは土門が目にしたであろう酒田の美しい自然です。土門が鬼となって写真に封じ込めた一瞬の、そして永遠の世界。その唯一無二の芸術を心ゆくまで堪能できる場所、それが土門兼記念館です。